異常はありません。良い良い品が入ってご武運を。これは雪村さん出陣する。この手で守ってみせる。兄上がいれば心強い。正面はすでに北条軍が固めている。これでは大宇治へと合流できません。私が敵の目を引きつける。その隙に雪村は城の裏手より入城するんだ。裏切り者の小せがれか。帰り道にしてくれる。皆の者出会え。開門。の読み通り敵が動いた。裏手から沼田を目指すぞ。体は絶対に許さない。まずは邪魔な阿蘇砦と森下砦を落とすわよ。この砦は沼田の守りの要。何としても死守するぞ。そう打ち取るのじゃ。開門。閉門。当選簿。遊んでいる暇はない。押し通らせてもらう。出ることはない。楽しんでいる。戦を遊戯のように。許せぬ。雪村様、一段と燃えてるにゃ。開門。混沌は深まった。あと一息よ。ガンガン攻めてやって。援軍はまだなのか。もうここは持たぬぞ。急げ。すまぬ、面倒をかけたな。北条に沼田を奪われぬためにも踏ん張るぞ。加藤丹波守討ち取ったり。加藤殿が撃たれた。ここもダメだ。逃げるぞ。よし、今が攻め時よ。全軍突撃。敵の大軍が迫っております。どれだけの大軍であろうと、また落とさせはせぬ。迎え撃つぞ。心強いお言葉です、大叔父上。されどここは我らにお任せを。攻めてくるとは
舐められたものだな。沼田を攻める敵を少しでもこちらに引きつけるのだ。この宇治政を倒すのみ。まだ与田信繁がおる。信繁さえおれば反撃は叶おうぞ。いいである。信行、雪村、最後の仕上げとする。ここでも真田の協力が。お主は虫が好かん。了解です。そろそろ縁を断ちたいところだ。体のな、怪我さずに済んでよかった。Oh my god.
手ではなかったか。Thank you.
北条は沼田を諦めてくれるでしょうか。だといいのだが。北条と和睦。徳川と北条。さもあろう。家康は西からの秀吉の脅威を恐れておる。羽柴秀吉殿、明智光秀殿。北条もまた我らに敗れ、これ以上の泥仕合はごめん被りたいのであろう。ならばこの地での戦は。そうは参らぬ。家康め、和睦の条件として勝手に沼田を北条に譲り渡しおった。沼田を。それは北条はよほど沼田が欲しいと見える。いかがなさいます。言っただろう、沼田を北条などにくれてやる義理はない。しかしこれは徳川からのいわば主命では。上田の築城を急がせよ。父上。お持ちのようだ。
オラガイを頼みまする。これは雪村様。雪村様。忙しい。雪村様。あ、良い武器は良い品が入っております。ご武運を。ご苦労様。おや、雪村様。おや、雪村様。お役目ですかな。これは以上雪村様。なんと。我らは上杉につくぞ。な、身勝手な領地召し上げなど応じられるものではない。徳川家康、頼むに足らず。父上、お待ちください。それではあまり。あの忍びは連れて行ってよいぞ、雪村。お前に懐いているようだしな。は？にゃ、まさか父上。半端な人質では我らが真を得ることはかなわぬ。父上、それは一体。雪村、お前には上杉へ行ってもらう。は？なんと。兄上、けれど、いえ、だからこそ私が行かねばならない。それは分かっております。そうだ、父上がおっしゃる通り、我らが真を得る。はい、父上にはお考えあって決められたことならば、私は命を懸けてその務めに当たるまでです。我ら真田の旗印、六門線は三途の川の私陣、それすなわち不釈神妙の心意気、物の譜として命を惜しまず働いてこそ。雪村、手を出せ。兄上。
半分では私人になりませんが。つまりまだ死ねぬということだ。兄上、命を捨てることが真田の心意気ではない。私はそう思う。父上もきっと同じようにお考えだ。父上が。そのことを忘れぬよう、こうして私とお前で半分ずつ持っていよう。はい、兄上。息災でな。兄上も。良い天気ですな。雪村様。